春キャベツの株を強くするポイントをご紹介します。いよいよ春キャベツの栽培時期です。春キャベツは柔らかくみずみずしいのが特徴です。生で食べても最高ですよ。株を強くするための一工夫ご紹介します。このように一度肥料が何もない場所で苗を土に植えてます。仮植えすることで過酷な環境でキャベツ自体の生命力が上がると言われています。その後植えた後に病害虫被害を軽減したり生育の促進につながると言われています。苗を早めに調達して準備期間の間仮植えをしてみましょう。春に美味しいキャベツを収穫しましょう。またね。